神戸ハーバーランドデュオ神戸デュオドームに展示されていた潜水艦のレプリカ山手山ポルタ広場地上入口デュオ神戸は兵庫県神戸市中央区の神戸駅周辺からハーバーランドの間にある地下商店街神戸地下街株式会社が運営管理する1992年9月にオープン JR 神戸駅を境に 浜の手と山の手の二つの町で構成され、JR 神戸駅直下にある地下道で、浜の手、山の手の両者が結ばれている。二つがペアになっている状態を意味する、言葉、両と命名された予言である。ハーバーランドの町開きに合わせてオープンした。ただし、山の手については、神戸駅前のバスターミナル完成時、三神戸として誕生したものを、ハーバーランド開業に合わせて改装して、 デュオ、神戸山の手となった。現在でも山の手には、3、神戸時代の太陽を思わせる赤い装飾が残っているほか、エスカレーターの手すりが青色ではなく赤色であるのも、当時の名残である。婦人服から若者向けのレディースを扱う店舗が立ち並び、飲食店やアクセサリーショップ、雑貨屋、靴屋なども出店している。神戸市営地下鉄。 ハーバーランド駅、JR 神戸線神戸駅、神戸高速鉄道高速神戸駅のほか、JR 神戸駅前、バスターミナルとも直結している。浜川の終端では、ビーズキスやプロメガ神戸に、山川の終端では高速神戸駅コンコースを挟んで、メトロ神戸が神戸高速鉄道新海地駅まで伸びている。そのため、雨天時や夏の暑い日、降雪時であっても、 ハーバーランドから深海地までまで手軽に徒歩移動できる。山の手、浜の手とも天井の高い開放感のある空間が作られ、とりわけ浜の手はハーバーランドの象徴である港をイメージした作りである。浜の手のデュオドームや通路などが広く取られており、延べ床面積が同規模の産地下の半分程度の店舗数となっている。2005年、阪神、 淡路大震災から10年となるのを機に、神戸元気宣言を行い、これをイメージする曲を作るべく歌詞が一般公募された。その結果、選定された歌詞に、シンガーソングライターの西氏が作曲し、歌ったのが、笑顔を伝えて、という曲。完成後は、竜王神戸の歌として使われるようになり、営業開始時刻の朝10時をはじめとして、数回、フルコーラスで、 BGM が流されている。ありがとうございます。